マリペチャンネルこんにちは、マリペです、えー、今日はですね、世界で一番美しい少年という映画を題材に、えー、お話をしていきたいなというふうに思っています、えー、予告で、えー、触れられているような、えー、内容を超えてお話しすることがあるので、えー、まあ,あの見ようかなというふうに思っている方は、えー、見てから聞いていただく、あるいは まあ分かったとしてもあえて、えー、聞いた後で見ていただくっていうのでもいいと思うんですけども、えー、幸せを感じながら生きるヒントを伝えてきたらなというふうに思っています、えー、まあこのタイトルにある通り世界で一番美しいっていうのは、えー、すごく憧れるフレーズだと思うんですよね誰に対しても、えー、使うことはできませんしそれにふさわしい えー、人っていうのは限られてると思うんですよねそんな中で、えー、この「世界で美しい少年」というタイトルを付、えー、けられた人の、えー、人生を追っていくドキュメンタリーなんですけれども、えー、私はですねもう小さい時からなんでこの顔なんだろうなんでこの体なんだろうっていうふうに、えー、思っていたので、えー、本当に。 もももうう顔も体も総したたいっていいううに思っていたんですねでも、えー、ある時ですね、えー、こんなことを言われたんですね、えー、この顔、えー、体というのは、えー、あえて、えー、自分で選んできているとそんなことあるかいっていうふうにやっぱり思ったんですね言われた時はでもそれがですね徐々に徐々に、えー、見方というのが変わってきたんですね。 でえー、それってどういうことかっていうと、えー、私たちっていうのはこの肉体を持って、えー、魂の成長をしているわけなんですけれども、えー、魂ってていいいうのは永遠に続いていくんですねでも、えー、ここの肉体というのは限りがありますけれども、えー、仮にですね私の前の人生ではもしかしたら絶世の美女だったかもしれない。えー、そうした時にその次はあえて これを選んでこようっていうふうに思った背景には、えー、そう思うような出来事があったっていうことなんですね。で、これは私たちには、えー、分かりません。でも、えー、想像することはできると思うんですよね。なので、えー、そういう、えー、絶世の美女だった時代があったかもしれないけれども、えー、なぜあえて、えー、今この姿を選んできたか、 っていうと魂を成長させるために、えー、この肉体この体というのが必要であり、えー、そしてこれで学ぶっていうことがあるからなんですね。で、えー、ここで、えー、私はこう見方を変えていくっていうのを、えー、お伝えしているんですけども、私もですね、えー、このことをですね聞いたときにもう目から鱗だったわけですね。じゃあ絶世の美女だったとしたら、えー、どんなことがあったのか。 とというここを考えた時に、えー、この、えー、ドキュメンタリー映画というのがもしかしたら、えー、そのヒントになるんじゃないかなというふうに思ったので、えー、お伝えしていいいきたいと思います、えー、彼はですね、えー、15歳の時に、えー、世界的に有名な、えー、イタリアのビスコンティ監督に、えー、見初められるわけですね。 でこの監督は、えー、世界中いろいろと、えー、役に合う、えー、少年を探していたわけなんですけれども、えー、この少年の役どころというのが初老、えー、の作曲家が、えー、彼を見た瞬間魅了されてしまうというような、えー、姿を監督は求めていたわけですね。でその姿を求めて 世界各地オーディションして回るんですけれども、えー、ある時ですね、えー、この15歳だった、えー、彼に、えー、目がもう釘付けになるわけですね。これこそ、えー、自分が求めていた、えー、役にぴったりの、えー、少年だ。 ということだったんですねただその役にするには、えー、15歳であること、えー、またその身長がですねちょっと高かったんですねでそれが少しばかり、えー、ネックではあったものの、えー、彼の容姿に、えー、たちまち虜になり、えー、そして、えー、彼は世界的に有名な監督から見いだされた少年ということで、えー、監督から「世界一美しい少年」というような、えー、タイトルを つけけられるわけですねで、えー、今から50年前に公開された「えー、ベニスに死す」という映画なんですけれども公開されるや否や15歳の少年だった、えー、彼が一躍時の人になるわけですね。で、えー、日本にもキャンペーンできて、えー、そしてですね、えー、なんと日本語で歌を出していたんですね。えー、こののドキュメンタリーの中でで、まあ、流れるんですけれども 北欧、まあの人が日本語で歌うっていうのも、まあ、びっくりなんですけども、えー、歌声がですねすごくきれいでしかも音楽的なセンスが、えー、ある人なんだろうなっていうふうなことを思わせるほど、えー、日本語の発音が上手で綺麗な,、ね、なんですけれども、えー、いきなりこう有名になり、えー、そして外国に来てで日本語で歌を歌って。 でコマーシャルにも出てって言って、えー、まあかなりのハードスケジュールで、えー、10代の少年が、えー、大人に言われるままにこなしてきたっていう感じが垣間見れるんですよね。で彼のその美しささってていうのは映画へ公開されてから ありとあらゆるところに影響を及ぼしたようで私もかつてイタネールでしたことがあるオスカルですねオスカルのモデルにもなっていたんですね。で彼がその15歳という自分の人生の一部分っていうものを切り取ってそこに収めることによってさらにその姿を見た多くの人が えー、想像力をかきたてられていろいろなまた芸術を生み出したっていうような、えー、功績は、えー、大いにあると思うんですよね。ただ、えー、一方でもともと彼は、えー、そういう映画スターになろうというふうには思っていなかったようなんですね。えーまあ、なかなか結構複雑な、えー、ご家庭で。 お父さんに関しては誰が父親なのか分からなかったりお母さんは失踪してそして後に自分で命を絶ってしまったっていうことが分かったりそして祖母の下とで育つんですけどもその祖母っていうのは自分の孫を有名にしたいというような願望があったりっていうことで小ビジネスで。 えー、この10代、えー、半ばの少年を、えー、守る大人っていうのがいなかったんですよね。で、えー、この「ベニスに死す」っていう作品自体が、まあ、言ってみれば初老、えー、の男性を、えー、魅了する美少年という役どころでありそしてですね えーまあ、世界的にも有名な監督でありそして素晴らしい作品を、えー、世に、えー、送り出してきてはいるんですけれどもただですね、えー、このドキュメンタリーを見る限り、えー、彼に対する扱いっていうのがかなり存在なんですね。えー、オーディションの時からですね、えー、あれこれここう まあ水着にさせて写真を撮ったりだとかあとまあ記者に囲まれている中でもう15歳っていうのがもう彼の美しいピークであるっていうようなことを言っていたりだとかつまり自分の作品に収めた彼以外に対しては。 一人の人間としての、えー、尊重というものがあまり感じられないような、えー、ニュアンスというのが伝わってくるんですねそれはまああの正確に私がこう言語を理解していないので、まあ、字幕から感じた印象ではあるんですけれどもそしてなおかつですねこの映画が世に出された後っていうのが えー、この監督がですねこの少年を、えー、ゲイコミュニティに連れていったりしているわけですね、えー、で何もわからないこの少年を、えー、そういう場所に、えー、連れていったらどうなるかっていうことは、まあ、彼を守る、えー、人間が、えー、中に入っていればわ、えー、かると思うんですけども、えー、彼を守る大人っていうのが周りにいなかったわけですねで えー、そこからですね、えー、また、えー、彼にいろいろとオファーをしてくるっていうことがあったわけですねでも当時その判断を、えー、しっかりとできるような大人がいなかったわけですから、えー、彼はもう言われるままに、えー、それに応じるしかなかったっていうようなことを、えー、10代の、えー、中頃で体験するわけですねで結局 えー、そこから、まあ、人間不信になったりとか、えーまあ、家庭を持ったりするんですけれども、えー、そのお酒とかに溺れている間に自分が近くにいながら、えー、自分の最愛の息子を亡くしてしまうっていうようなことを体験したりだとか。 えーまあ、そのドキュメンタリーの中では、まあ、あの彼のことを親身になってくれる、えー、パートナーっていうのがいたんですけれども途中でですねぎくしゃくしている様子も描かれているんですね。でいろいろなことがありすぎて恋人に自分の暗証番号を、えー、言うところまで信頼関係を築くことができないでいるわけですね。 で彼女からしたらなんで自分に、えー、暗証番号を教えてくれないのかっていうことを問い詰めているんですけども、えー、彼としてもですねでもそれまでの、えー、長い歴史の中で、えー、なかなかこう、えー、人を信じることができないとか、えー、唯一の肉親である祖母からも、えー、どちらかといえば名声 と引き換えに自分はこう差し出されているっていうような形でえ今までの人生でえ心から信頼したいと思いつつもなかなかそれが叶わなかったっていうことを体験しているのでえ人を信じたいと思いつつそれができないっていうこともえ彼の中でも課題になってるわけですね。 っていうことを考えた時に、えー、この「世界で一番美しい少年」というのは、えー、一見すると喉から手が出るほど欲しいタイトルではあるけれどもでもそれと引き換えに、えー、いろいろな体験をしてきた彼の人生をこうまざまざと見せつけられた時に、えー、一番最初にお伝えしたように、えー、私があえてこの体この 顔を選んできたととすると、えー、もしかしたら私は前の人生で絶世の美女だったかもしれないけれどもこの少年のように、えー、美しいがゆえにいろいろなトラブルに巻き込まれたり、えー、美しいがゆえにもしかしたら人を信じることができなかったりっていうことがあったのかもしれない。 っていうことは、えー、想像できると思うんですよねですから、えー、何でもかんでも、まあ、美しいからいいなっていうふうに思ってしまうっていうのは、えー、その気持ちもよくよくわかるんですけどもじゃあ美しさと引き換えに、えー、得たもの 失っったものっていうものがそうした時に、えー、全部ひっくるめてその世界で一番美しいというタイトルを手に入れたいかどうかっていうことは、えー、よくよくですね考えてみる必要があるんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。なので、えー、まあ私は私で、えー、いろいろと葛藤はしてきましたが。えー それでもですね、この私のこの体この肉体を持って体験することがあって この私の人生を歩んでいるっていうふうに考えた時に、えー、人と比べて、えー、いいなっていうふうに思ってしまう気持ちもよくわかるんですけれどもじゃあ全てひっくるめてそれを引き受けることができるかっていうところまで、えー、思いを膨らませてみた時に、えー、美しさの基準っていうのは えー、絶対的なものではないので、えー、もっともっとっていうふうに、えー、思ってしまうと、えー、どん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 自分にダメ出しをしてしまうっていうことがあるんですよね。 もっと美しくなりたいもっと美しくなりたいっていうと今の現状というのをどん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 否定してしまうことになってそれってがりなので私が見方を変えるきっかけになったこの姿をあえて選んできたとしたらこの人生で学ぶべきことっていうのがあるわけなんですよね。 でこの姿で学ぶことって何だろうっていうふうに思った時に自分の容姿というものそして人生っていうものに焦点を当てることになるんですよね。 えー、ないものねだりをして、えー、こんなに美しく生まれたかったとか、えー、こんな姿に生まれたかったっていうふうに思ってしまうと、えー、自分を否定してしまったりだとかあると思うんですけれどもじゃあ、えー、このドキュメンタリーで描かれていたように、えー、世界で美しい容姿を例えば手にしていたとしたらそれに、えー、まつわる、えー、いろいろなことっていうものも、えー、引き受けるっていうことになるんですよね。 彼の魂であるからこそ、えー、このいろいろな、えー、体験を通して、えー、成長しているんだろうなだから本当に、えー、このような形で、えー、復活されて最近もですね、えー、映画に出演されたりとか、えー、活躍の幅を広げているわけですね。でですかからら彼だからできた っていうこともあると思うんですよねもし私がこの彼のように世界で一番美しい少年っていうようなタイトルをもらったとしたらもうとてもじゃないけれどももしかしたら、えー、持たなかったかもしれないです。なのでそれぞれ、えー、いろいろと、えー、役割とか、えー、学ぶことっていうのがあると思いますので、えー、そこはですねどのように考えるかっていうことだと思うんですよね。 なのでいい、えー、いいととここりだけはでできななっていうことなんですよね魂を成長させるのが目的であるとすれば、えー、この環境で、えー、この姿で、えー、何を学んでいくかっていうことは自分自身を、えー、よくよく見つめていかないと、えー、分かってこないんですよね。えー 外に見えるものだけを、えー、追い求めてしまうと、えー、例えば彼がずっと抱えてきたことっていうのは、えー、私たちには見えなかったわけですし、えー、でももし、えー、彼のような、えー、過去を持っていてそしてあえて今度は違うような人生を過ごしてみたいなっていうふうに思ったとしてこの姿を選んだとしたら、えー、それは自分が願ったようになっている。 ということであり、えー、だったらこの人生をこの姿で、えー、どういうことができるんだろうかっていうふうに考えていった方が、えー、人と比較するっていうことが、えー、なくなりますし、えー、この持っている、えー、素材 えー、そして資質っていうものをどういうふうに、えー、最大限利用したらいいかなっていうことを考えていけると思うんですよね。なので、えー、視点を変えていくっていうことは自分が持っているものに気がついて、えー、なおかつそれを最大限、えー、利用するにはどうしたらいいか。 とといいうここを考えてくになるんですねないものねだりで見てしまうと今の自分っていうものを否定してしまう材料になりそして持ってるものに気づかずただただ不満を抱える人生になってしまいますのでそこはですねこういった新しい視点っていうものを持つことで私も最初言われてびっくりしたそういう考え方もあったのか。 っていうこととに、えー、たどり着くと、えー、より自分の人生というものを、えー、輝かせていけるっていうことがありますのでここから何を学んでいくかっていうことを、えー、考えるきっかけになるんじゃないかなというふうに思って、えー、私の、えー、経験とそして、えー、このドキュメンタリー映画をヒントに、えー、お伝えさせていただきました。 え何かのお役に立てば嬉しく思います。えー、個別に相談したいということがあれば、えー、下の欄からご相談いただければなというふうに思っています。えー、あと月2回遠隔ヒーリングというのを行っていますので、ご興味があればご登録いただければなというふうに思っています。今週があなたにとってもっともっと素晴らしいものになりますように祈っています。ここまで聞いていただきありがとうございます。今日も素敵な一日になります。またお会いしましょう。マリッペでした。